狙われてるよ。日本人の 99.99% が知らないこと、第5弾品の章。こんにちは、舞です。非武装中立論、全く武装せずに国際的な中立を保つことを目指すという論議がある芸人さんによって話題となっています。日本が全くの非武装になれば、たちまち尖閣諸島どころか本州まで侵略される気がしてなりませんが、ちなみに衛星中立国スイスでは中立を守るために完璧な武装防衛をしています。さらにスイスでは政府が民間人にこのようなものを配布しています。こちらはスイス民間防衛白書の武力を使わない戦争の項です。これによると、武力を使わない他国からの侵略は第1段階から最終の6段階まであり、最終段階では大量植民が行われると書いてありますが、すでに大量の移民を受け入れている日本は最終段階に入っているということになります。そういえば日本でも外国の方をよくお見かけするようになりましたよね。野田政権の頃までは68万人ぐらいで70万切ってたけど、昨年100万人超えました。安倍政権は最も移民を入れた政権なんですよ。世界第4位の移民受け入れ大国なんですよ、日本って。今ね、知られてないけどね、うん、それでは今回も日本人の 99.99% が知らないことをお知らせしていきます。派遣社員。日本の現実は恐ろしいよ。日本の売国政治家によってね、日本の弱体化は相当進んでますよ。国民の 34% が貯金ゼロですよ。だってあんた400万人の派遣社員がよ、ね、正社員の3割引き5割引きで仕事してね、浮いたお金をみんなアメリカの資本家が日本の株を回収して、買い占めてるから、従来の3倍の配当を持って帰ってんのアメリカへ。ね、アメリカの資本が従来の3倍の配当をアメリカに持って帰ってる。それを支えているのが400万人の、ね、安月給の派遣社員なんですよ。そういう日本の労働生産性をね、吸い上げるシステムが完璧にもう出来上がっちゃってるわけよ。恐ろしいんだよ、とにかく。もう日本の現実は恐ろしいよ。こちらの方が言っていること、果たして本当なのでしょうか。一つ一つ見ていきましょう。まず株主配当の話ですが、こちらをご覧ください。企業の利益と従業員の給料、そして株主への配当金のグラフです。一番下の従業員の給料が20年近く横ばいなのに対し、利益がここ20年で約 1.5 倍に増え、株主の配当金は5倍以上に増えています。これはつまり、企業の儲けは従業員に行かず代わりに株主に行っていることを示しています。さらにこちらをご覧ください。こちらは企業の株主比率ですが、外国人の株主が近年爆発的に増えていることがわかります。つまりこの2つのグラフからは、企業の利益は株主に流れていること、そしてその利益のかなりの部分が外国に流れているということです。さらに派遣会社の数ですが、日本は各国に比べて異様に多いです。2012年のデータですが、派遣会社の数は2位のアメリカのおよそ5倍。当然正社員より派遣社員を使った方が安く済みますので、その分利益は膨らみ、膨らんだ利益は外国に流れているということです。従業員に流れていれば日本国内でお金が回るのですが、ところでなぜ日本はこんなに派遣会社が多いのでしょうか。答えは簡単。超大手派遣会社パソナグループ会長取締役の竹中平蔵氏が、政府の産業競争力会議のメンバーに民間議員として潜り込んでいることが影響しています。なんでその COP の諮問会議とかに民間議員というのは一般の民間企業の経営者が入って、それで自分の会社の利益がなるような形でそういう提案とかするんですかね。そういうこと許されるんですか。それはおかしいですよ。おかしくないだって経済財政諮問会議とかね、企業の代表として入ってるんじゃないんですよ。
有識者として入ってるわけですよ。それだったら会社辞めてから入るべきじゃないですか。どうしてですか。だって経営者ってことはやっぱり企業の自分の企業の利益考えて当然ですもん。違う、人間だから当たり前ですよ、うん、だってね、それはね、例えばだけれども、例えばその一つの規制について決定をする場合は、そういうものについて決定に参加しないとかね、そういう一つの自己規制は必要かもしれませんよね、うん、で今のね、今の吉田さん言ったことはね、割といいこと言っててね、うん、実は今の経済財政諮問会議や産業競争会議っていうのはそういう利益代表ではないんだけども、露骨に利益代表ばっかり集めた審議会だらけなんですよ、政府って。でこれって明らかに利益相反 で、利益相反を前提にした審議会があって、それは潰さなきゃいけない。竹中さんってパシナグループの取締役会長じゃないですか、ね、だからそれ利益相反になってるんですか。え、いや、なんでそれで疑念があってもしょうがないじゃないですか。それで労働規制の緩和やらないじゃないですか。いや、私はそれに対して何も参加してないんですよ。それに対して例えば派遣法について私は何も言ってないんですよ。影響力を発揮されてるじゃないですか。そういうね、この動画の中で竹中氏は派遣法について何も言っていないと述べていますが、しっかり発言されています。これらにより格差は開き、日本国民はどんどん貧しくなっています。水道の民営化。さて、ある企業があり、その企業の利益が外国に流れると、本来日本国内で回るはずのお金が外国へ流れ、日本国民がどんどん貧乏になります。この流れはどんどん進んでおり、なんと水道事業まで民営化し始めました。水道事業のように必ず儲かる事業は必ず外国が欲しがりますが、すでに愛媛県の松山市では水道がフランス企業ベオリア社によって民営化されています。せめて日本企業にしとこうと言いたいところですが、水道事業の民営化自体、世界で多数の問題が起こっており、イギリスでは民営化によって水道料金が値上がりし、さらに水質検査の合格率が 85% に低下し、漏水も増えましたが、株主配当や役員特別報酬は十分に支払われました。フランス・パリでは85年から2009年の間に水道料金が 265% 上昇しています。さらに南アフリカ・クワズール・ナタル州では一般家庭の収入の 30% 以上が水道代になるまで値上がりし、料金を支払えなかった約1000万人は水道を止められ、汚染された川から水を汲んでコレラが蔓延、12万人が感染し300人以上が死亡しましたが、民間の水道会社は何もしませんでした。結局政府から給水車を出し、何のための民営化かわからない事態に。ボリビアのコチャバンパでも民営化し、最終的には紛争になり死者も出ました。例を挙げるとキリがありませんが、にもかかわらず政府は民営化を進めたいようです。例えば今日本で水道とかいうものは、世界中ほとんどの国ではプライベートの会社が水道を運営しておられますが、日本ではかかって内務省以外では、内務省で自治省以外ではこの水道を扱うことはできません。しかし水道の料金を回収する 99.99% というようなシステムを持っている国は日本の水道会社以外にありませんけれども、この水道は全て国営もしくは市営町営でできていて、こういったものを全て民営化します。いわゆる学校を作って運営は民間、民営化する公設民営、そういったものも一つの考え方にアイデアとして上がってきてきつつあります。電気、ガス、水道といった国民の命に関わるものは国営でなければなりません。いかがでしたか？恐ろしいことが着々と進んでいますが、全て事実で、着実に日本が破壊されています。私たちの子供や孫はかなり貧しい暮らしをすることになりそうですね。一体誰が何のためにこんなことを。今後明らかにしていきたいと思います。それでは。後ろ何かいるよ。
明けましておめでとうございます。皆さんこんにちは、舞です。ついに新年明けましたね。皆さんどんなお正月を過ごしましたか？私実家が関東ではないので、年末年始は実家へと戻っております。そう、関東ではないということで、いろんな動画でね、いろんなお話をするときに私のナレーションの一部がアクセントがおかしいなって思うときって結構あると思うんですけれども、地元が関東ではないからってことですよね。アクセント辞典という便利なものがありまして、不安な単語は調べてるんですよ。調べてるんですけど、まだまだ私の知らないアクセントがいっぱいあって、世界は広いな。今年の抱負は何にしようとまだ考えてます。抱負なんて大それたものじゃなくていいんですよね。ちっちゃな目標をたくさん立てたいなって思います。大きいものを一個だけ設定してドーンって構えちゃうと、多分年の途中で挫折した時に立ち直れない気がしません？小さい目標をたくさん持てば一個ずつ叶えていって成功、まあもしかしたら失敗するかもしれないけど、成功体験になって自信もつくし、一つずつ強くなれる気がするんですよね。なので、小さい目標、そうだな、まずは作業に強くなることかな。作業ってさしすせそですよ。あとな行、何ぬねのも強くなりたいです。私なが続く言葉がすごく苦手で、早口言葉、まあ、滑舌文章とかも練習するんですけれども、その中のね、7777っていうのが苦手なんですよ。7777、電話番号とかで7が4つ並んだりとか、ああいうのダメですね。すごい苦手です。熊野灘だとか、熊野灘や播磨灘などでは戸棚などの中にバナナなどの果物などを入れているみたいな早口言葉があるんですよ。で、滑舌の文章としてあるんですけども、こうやって一個一個丁寧にゆっくりと読む分にはいいんですけども、じゃあはい早口言葉ですって言われるとちょっとだいぶ無理ですね。なので1年かけて、まあ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 聞けるんじゃないっていうレベルには持っていきたいなと思います。もう練習あるのみなんですよ。頑張ります。で、次は今よりも体脂肪を 3% 減らすこと。怪しいな。体脂肪を 3% 減らすこと。やっぱりなんか食事制限をして体重を数字的に減らすっていうのも昔はよく考えてたんですけども、それだと多分年を重ねた時にどうしようもないことになってしまいそうなので、体重よりも体型って今年は考えたいと思います。なので、体重というよりは体脂肪をね減らしていけば、まあ体のラインもメリハリがつくかなと思うので、体重よりも体型を重視したいと思います。あとはそうですね、明日の話題でフリートーク以外にもチャレンジしてみることかな。朗読とかね、ゲーム配信とかね、してみたいなって思います。ゲーム配信ってやっぱそれなりの配線必要ですよね。スマホゲームとかも配信できるじゃないですか。で、Android のスマホ使ってるんですけど、まあ、音楽とそのスマホに映った映像を一緒に録画することができないらしいんですね。 Google さんの事情でかわからないんですけど、できないらしくて、で、もしスマホゲームの配信であれば、じゃあなんか専用のコードとか必要になるのかなと思ったりしてます。で、 iPhone とかであれば録画機能があるって聞きました。やりたいことのためにはね、たくさん勉強しなきゃいけないなと思っているので、なかなか皆さんにお届けできていない
バイノーラル録音、これも勉強したいなって思います。昔声について勉強をしていた時に教えていただいた方が、好きなことを1やるためには嫌なことを9やりなさいって教えていただいたことがあるんです。やりたいやりたいばっかりじゃ生きていけないし、面倒で嫌だなって思ったとしてもやりたいことのために努力をしないとやりたいことも満足にできないよって教えていただいたことがあります。まあ1対9っていうのはちょっとハードだよね。心が折れそうなので難しいかなって思うんですけれども、せめて4対6とか3対7ぐらいの比率で頑張れればいいなと思ってます。長くお話ししてしまいましたが、ここまで聞いていただいてありがとうございました。今回は新年のご挨拶ということでフリートークをさせていただきました。今年も明日の話題をどうぞよろしくお願いいたします。それでは